皆さんこんにちは。ファンクショナルローラーピラティスマスタートレーナーの小西です。本日の動画はお尻の形を小さくしていくための動画になります。で、皆さんお尻を小さくしたいっていう時にですね、お尻の筋トレとかしちゃう方多いと思うんですけれども、これ逆に大きくなってしまう可能性があります。で、まずポイントとして押さえておいてほしいのが骨の位置なんですね。骨の位置を正してあげる。で、こういうのがやはり女性であればちょっとこういう感じで内股にこう入ってしまうパターンの方って多いんですね。だから太ももの骨がグッと外に向いてくるようなポジションになるとお尻がだらっとこう広くなってしまうんですね。で、これを外巻きにグッとしてあげるとお尻も真ん中に寄ってきます。中心に寄ってくるような形になるので、まずは骨の位置をぐーっと真ん中に寄せていってあげたいんです。で、そこで重要になってくる筋肉っていうのが、深層外旋肋筋っていう筋肉が、ここに出てると思いますけれども、この筋肉が重要になってきます。で、その筋肉を使って、骨盤を立ててあげるイメージ、少し立てながらかつ太ももをぐーっと外巻きにして真ん中に寄せてくるイメージがあるとお尻は勝手にちっちゃくなってきます。で、そのエクササイズを紹介していって、普段の立ち方ですね、普段立ってる時もそこを意識して立っていただくだけで、普段からお尻をこうキュッと真ん中に寄せたポジションで立てるようになってくると勝手にお尻はちっちゃくなってきますので、ぜひエクササイズ実践していただいて、まずちょっとストレッチから紹介していきます。ストレッチをお伝えしてからエクササイズという形でお伝えしようと思いますので、お尻の形が気になるなという方はぜひチェックしてください。それでは股関節のストレッチを紹介していきます。まず足幅は広げて膝は立てて、そのまま横にパタンとお膝を倒していきましょう。お膝がしっかり床につくまで動かしていきます。左右動かすタイミングは同時でお願いします。しっかり股関節の動きが出てきましたら、今度は片方の足を膝の外側に置いて、太ももの外側、大腿筋膜張筋のストレッチをしていきます。20秒ほどキープしてしっかり伸び感を感じていきましょう。反対も同様に膝の外側に足を置き、太ももの外側、大腿筋膜張筋をストレッチしていきます。20秒ほどキープしていきましょう。それではお尻をきしめるトレーニング、紹介していきたいと思います。仰向けになり、お尻、座骨から頭のてっぺんまで一直線にして伸ばしていきます。腰に少し手のひら1枚分ぐらい空くような空間をキープしていって、かかととかかとをつけた状態でお膝を広げていきます。そこから足を遠くに伸ばしていきます。曲げる、伸ばすを繰り返していきます。伸ばしていくときに太ももの骨を外回しにして、お尻を中心に寄せていくようなイメージで動かしてみてください。お尻の筋肉が過剰に硬くならないように、内ももの筋肉をしっかり使って動かしていきます。太ももの骨を外回りにするイメージで動かしていきましょう。それでは立った状態でローラーを使った股関節のエクササイズを紹介していきます。先ほど仰向けでやったエクササイズを立った位置で行っていくものになります。まずは下腹部から上に引き上がり、頭のてっぺんを天井に向かって伸ばしていきましょう。そこから上に引っ張られるようにしてつま先立ちにしていきます。かかととかかとはくっつけた状態で、股関節と膝を同時に曲げて重心を下に落としていきます。
落としてた時に太ももの骨を外回しにしていくイメージで動かしていきましょう。上に伸びます。頭のてっぺんを引っ張り上げられるようなイメージで上がっていくと、スムーズに内ももに入ってきて、お尻が中心に寄ってくると思います。上に伸ばしていくときに太ももを外回しにして、しっかり上に伸び上がっていきましょう。皆さん、今日の動画はいかがだったでしょうか。本日はお尻を小さくするためのエクササイズを2つとストレッチを1つ紹介していきました。お尻を小さくするためには、普段からお尻を中心に寄せておく意識が必要になってきます。で、今日の行ったエクササイズは、太ももの骨を外にぐーっと回しながら、お尻を真ん中に寄せていくためのエクササイズだったので、普段の立っている時もぐーっと真ん中に寄せるイメージですかね。太ももの骨をぐーっと真ん中に寄せて、お尻の座骨と座骨を中心にぐっと寄せてきて、お尻はかなりぐっとこう力まないように柔らかい状態で真ん中に寄せておく。で、かつ姿勢は良くしてっていうのを普段から意識しておいていただくと、お尻は勝手にちっちゃくなってきますので、ぜひこれを続けてみてください。他にもエクササイズ動画たくさん上げておりますので、チャンネル登録お願いします。